動画をご覧の皆さん、こんにちは、おたわです。前回の動画、ゴルディタンクからゴルディマーグへ完全変形というパート1の動画、もう見てもらいましたか？今日は前回の続きです。今日は必殺技、ハンマーヘル&ヘブンを再現します。というわけで早速、前回紹介しきれなかった付属品を紹介します。まずはこれ、ゴルディオンハンマーを持たせた時の台座パーツになります。これは先端になっていて、このパーツと差し替えます。ゴルディマーグが変形した姿、マーグハンドでの差し替え手首になってます。少しこっちの方が大きいです。胴体と脚部を折り曲げるんですけども、その時にくっつける時にこれを使います。同じくこれも差し替えパーツです。そしてこれがハンマーヘルの釘、長いのと短いのです。ホイールの部分からこう釘が出てくるんですよね。その釘が出てきているところを再現する短い方と、この長い方の先端はこれに差し替えて、これがゾンダーコア。ガオガイガーの敵って体の中にコアがあるんですよね。これを釘でこう打つわけですね。で、それをこんな風にくっつけてこうふぬってこう出すんですよ。で、それを再現できます。これは必殺技の再現するためのディティールアップパーツになります。なので、これがなくてもガオガイガーとゴルディマーグがこう合体してゴルディオンハンマーを手に持たせることができます。ゴルディオンハンマー発動承認。さあ、それでは再現いきます。まずはガオガイガー、腕を取り外して劇中同様にここにセットします。これで準備の完成です。システムチェンジ。ハンマーコネクト。はー、ハンマーヘル。わー、ハンマーヘル光になれ。完成です。ご覧ください。これカメラをかなり引いてるんですよ。ゴルディオンハンマーの大きさは360ミリです。でかい。このぐらい迫力あった方がいいですよね。ハンマー自体もご覧のように台座パーツに接続されているので、ぐらつくことはありません。いやー、しかしこれかっこいい。ゴルディオンハンマーがマーグハンドに変形してガオガイガーと合体。さっきハンマーコネクトをお見せしました。で、背中に背負っていた巨大なこのゴルディオンハンマー、パート1で説明した通り、これが伸縮しました。かなりでかいです。そして同様にさっきお見せした通り、このセンサーを押すことによって、このようにパコッと一段階横に広がります。これの効果が大きいですよね。で、この状態での稼働っていうのはそんなに望めません。もう一つポーズを組んだら、もうそれで固定する以外の遊び方ができません。現在この状態で差し替えパーツがこことここ、それから胴体と脚部、これを合体させる時の接続パーツを取り付けています。その3つを取り外して一応完全変形させます。そうするとこのようになります。手首がちょっとちっちゃくなったのと、マーグハンドとガオガイガー本体の腕、それがちょっと間隔、これを取った分だけ短くなっているのと、ここですね、ここの接続で、今回さらに台座を使用していません。なんとこの状態でもご覧の通り保持が可能です。特に何のパーツをつけなくてもここまで完全再現ができます。これはいいなぁと思いました。ただやっぱりこの合金の塊をかろうじてゴルディオンハンマーが支えてるっていう感じなので、これがちょっとでもずれたらグラグラしちゃいます。なので長時間の展示はおすすめできません。このゴルディオンマーグ迷っている人がいたら、もう勇者なら買えと言いたいですね。ちょっと値が張りますけど、本当におすすめです。というわけで今回のパート2の動画、いかがだったでしょうか。ここまでで約6日間ほぼ毎晩これをちょっとずつちょっとずつ撮りためて、まあ、やっと今日アップロードできました。もう本当にみんなから熱い高評価待ってます。あと、もしよければ今後もこういった熱いロボット、僕はどんどんアップしていくんで、応援の意味も込めて
チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。あとはどんなことでも結構です。まあ、このゴールディーマーグのことでもいいですし、勇者王ガオガイガーや、他の勇者アニメでもいいですし、まあ、スパロボの話でもいいし、どんなことでも結構です。みんなからのコメント、お待ちしています。それでは、次のおもちゃレビューでお会いいたしましょう。勇気ある誓いとともに、ウォータマでした。勇者王に見つけ出して